安い。もっと V リバーを。まあ1個でやっぱちょっと気になるのはあったかなぐらい。新攻撃 V です。はい、確かに。ああなるほどな。今までわかるんですか。なんかね、思想はちょっと分かった。思想が分かるんですか。思想、うん。遠隔で思想までは、うん。これやっぱ上手ですよね、これね。これ思想分かりましたね。思想が分かる。何の神を崇めてるのかとか。奥深いっすね、ゲームって。こんなラインで数分で思想が分かる。龍か桜。うん、とりあえず、危険、何が危、あのなんかね、守るっていうよりは、何が危険かどうかっていう認識の話をしようかなと思います。あ、たぬきさん、あ、ちょっとね、これ終わった後にね。で、あるのが、例えば、すげえ遠かったです。例えば、その距離って重要なのって、相手の通常技が届かない距離まで下がる理由がないです、基本的に。例えば、この距離って、まあ、弾が届くからいいですけど、まあこれ絶対に歩いてくるじゃないですか。あんまりだから、この距離までいる理由がないんですよ。もしこの距離があったら、自分から絶対前出た方がいいです。けどなんかさっき対戦してる感じ、なんかこう寄るとめっちゃ下がるんですよね。だから何もしないで画面端に行ったんですよね。で、これはね、良くないんですよ。その、基本的には、こう、近く、なんだろうな、受けも、例えば中央で投げ食らうのと、これ逃げれるじゃないですか。画面端で投げ食らうのって全然違うじゃないですか。置き攻めが痛すぎるってことですよね。もう状況がやばすぎるっていうので。なので、相手の攻めが強いキャラに対しては下がらないっていうのも防御力アップなんですよね。要するに離れると自分は安全であると思ってるんだけど、それ結構危険なんですよね。結果的にそれは、その、はい、なんだろう。危険を生んでるっていう感じなので、逆に前行くのが防御になってるっていう、ね、そうですね。まあ、ていうより過剰に下がらない方が絶対です、うん、だから、カリンだったら、まあ、こういうところで戦うの全然ありですよね。で、弱球を打つみたいな、こういうところで打つ、ね、怖いですよね、うん、ここ安全に感じるっすよね。感じますよね。けどそれをこの立ち回りでやったら、うん、何もしてないのに弾いちゃうんで、それは防御力下がってますっていう。トータルが下がってる、ね、トータル下がってる。これ次、あ、21、いや、あと、もう一人、たぬきさんのルー君とやって、はい、終わりたいと思います。そう、それはやっぱすごく今、対戦して感じましたね。で、あと、ワンカード後ろ歩きをやる方がいいですね。後ろ歩き。が本当に強いんで、まあ、なんかこのゲームってなんかガードしたらレバー後ろ入れるのをお勧めします。まあ、こういうのあったらレバー後ろ入れる。後ろ歩きは、後ろ入れっぱでずっといいですか？そうです。ガードした後ずっと後ろ入れっぱ。はい。あ、まだダウンした後に。まあ、垂直でもいいかな。垂直して、ガードしてもらっていいですか？で、ガードで。垂直ガード。そう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 。今みたいな感じで。基本的には、こう、レバーを後ろ入れるのが良くて、ずっとさっきしゃがんでたんですけど、基本は、レバー後ろで逃げるのがおすすめ。でありますね。まあ、カリンとか、まあ、下段からちょっと軽くとか、まあ、最近の強いキャラもう軽く出ちゃうんですけど、それでも基本はやっぱレバー後ろかなっていう。さっきは、しゃがみガードをしてたってことですね。そうですね。後ろ斜めにガードしてると後ろに下がらないから、そうです、その場で投げをかけられちゃって、うん、あ、ちょっと倒してもらっていいですか。で、さっきグラップちゃんとできてたんですけど、あ、殴ってもらって、でグラップした後もレバーを後ろに入れるといいです。した後、はい、グラップできてたんで、ちゃんとグラップしたらそのままレバーを後ろに入れっぱにするっていうのをまで癖づける。さっきなんかグラップ昇竜とかグラップ爆瀬とかってじゃないですか、はい、それの一番やった方がいい初歩 その受け方なんですけど、はい、グラップレバー後ろ、グラップレバー後ろ、まあ、もっと言うと、まあ、グラップしなくてもレバー後ろ入れた方がいいんですけど、なんかガードしたら後ろ入れるってなんて、じゃあしゃがみ台形打つんで投げと打撃打ちます。それをグラップしてください。
当てた後に当てた後、はい、当てた、当てた後に下ってもらって、 この後ですね。でこれしゃがんでるじゃないですか、はい、これがダメなんです。これダメなんですね、はい、斜め下じゃなくて後ろに、ね、そうそうそう。でもずっともうずっとこうやっていいです。下を1じゃなくて4に入れるんですね。そうです。あ、今一回グラップ入れたじゃないですか。したらもう後ろ入れっぱ大丈夫ですね。お、できてできてる。これ投げ届かないんで、うん、あの2回目入れる必要ないんです。あんま2回入れてるんですか。今あの毎回グラップこうタイミングで多分押しちゃってたと思うんですけど、1回ガードして後ろにレバー入れれば基本投げ届かないです。もうこれもう届かないんで、だからもうその1回ガードしてすぐレバーを後ろに入れる。まあ、まあこういうのもそう、大体届かないの。じゃもう一回次しゃがんでもらってていいですか。あのガードした後に、あ、レバー後ろ入れないでしゃがみガードで。あ、ずっと死ぬじゃんかな。ずっとしゃがみガード、はい、あ、ちょ早かったね。まあ俺のカサラもぬるかったけど、まあ、まあみたいな、しゃがんでると投げ届いちゃうんですよ、はい、で特にこういう中で、まあ、シミの動きとか、まあ、プラチナとか行くと当然増えてくるんで、そういうのもレバー後ろで問答無用に握れるんで、まあ、俺はレバー後ろ入れっぱは基本にした方がいいと思う。で、じゃあ下段食らうじゃんってなるんですけど、そしたらやっとしゃがんでいいと思う。あと、バク捨てができるといいですね。バク捨てすると、下段を空中ヒットで食らうんですよ。で、そのまま必殺技がバーンって出るんで。その隙を殴れる。そう、あの、その隙を殴れたりするんで、しゃがみはね、相当怪しいっす。画面端だとその歩きができないから弱くなるってことですかね、受けが。あと近い。近い。うん。単純に近いですね。グラップは投げ抜けですね。確かに。あ、じゃあちょっと、あの、あれです。じゃあ、皆さんありがとうございます。うん。だから、あんまり下がんないのをおすすめしたいですね、あとね。あとは、あの、ガードしたら後ろに出ればいい。だポイズンって、待ちキャラじゃないですか。で、あの、相手が攻めキャラのときは前出ます。あの画面端死んじゃうんで、うん、で打撃が痛いキャラってやっぱ投げ抜けしたいんですよ。で投げ抜けしたくないんですよ。打撃食らいたくないから、うん、で画面端はもうしないといけないんですよ、逃げれないから。だからわざと中央に行ってダウンしたら投げ捨てです。で投げ食らってあのこうまた戻して戦うみたいな。その時にまた頑張ってもう嫌なんだけど前行ってみたいな。ダウンしたら投げ捨てするんで。それと、うん、食らわないように端行くんだけど、画面端行ったらもう投げをそのなんだろう、投げ捨てができない状況でやるのってどっちが効率的なのかなっていうので、俺はまああのまあある程度前出た方がいいんじゃないかなという判断ですね。で龍、今日始めたばっかですよね。龍か桜の置き攻めが知りたい、守りも知りたい。守りはグラップっていう技術を覚えれば多分、まあ、必殺技で出るのかな。波動拳出ます、波動拳。ね、うん。まあ、基本的に竜とかだったら、まあ、波動拳と昇竜拳、特に昇竜拳が、あの、いつでも出れると、すごくいいと思います。で、まあ、昇竜拳の打ち方なんですけど、まあ、波動拳より多分昇竜拳の方がいいのかな。正直、もう、今からコマンド言うんですけど、もうめちゃめちゃ適当に打ってもこのゲーム出ます。もう、すごい適当じゃないですか。こんなんでも昇竜拳出るんですよ。昇竜拳の本当のコマンドは一応、前、下。ランクで見えずでしたね。あ、すいません。昇竜拳の本当のコマンドは、前、下、なんですよね。前、下、斜め下、パンチ。この、前下、前斜め下パンチで昇竜拳出るんですけど、これをね、意識すると昇竜拳出るようになります。なんで、最初は多分初心者の人って、こう、必殺技の出す練習をすると思うんですけど、コマンドをちゃんと出すっていうのは重要ですよね。で、波動拳も、下、前斜め下、前。これですね。これ波動拳です。これ波動。けど波動拳も超適当に出ます。ゲリラねえな。
これ改めてですけど、この移動するレバー操作で必殺技のコマンド作るって結構特殊ですよね。あのシューティングゲームとかだとボタンを押せば弾が出るじゃないですか。あ、そうですよね。ね、この移動操作の方でコマンド作ってボタンを押して必殺技出すっていうのは、うん、最初相当意味わかんないかもしれないですね。ボタン作ってくれよ。だ変わるかもしれないですよね。スマブラとかね、そういう感じでね。で、昇竜拳も、ちゃんと一応、この、前、下、で出すって。昇竜拳、こういうのでも出ちゃうんですよ。こう、上とかレバー入ってても、波動拳とか出ちゃうんですけど、なるべく、綺麗なコマンドで出すのを最初のうちに覚えとくと、あの、格ゲーは、あの、優位に進められます。これもだ、綺麗じゃないですよね。前、はい、下のはずなのに前斜め下入っちゃった。入ってますね。それよくないですね。そういうことができると。で、まあ、あと竜ってコンボなんですけど、竜はね、結構コンボ実は簡単で、ジャンプ中継で飛ぶ。ジャンプ中継で飛ぶ、うん、で、タッチ中パン打つ。これ、ここまでセットです。パン。ジャンプ中パン。パン。これができるといいですよね。これコマンド入れないんで。あ、全部ボタンなんですね。そう、ジャンプ中パン、ジャンプ中継、中パン、中パン、大パン、大系。で、これね、ヒット確認ちょっと入っちゃうんだけど、まあ、ヒット確認くらいちょっとあれなんですけど、まあなくてもいいですけど、これがね、できるとね、まあ、ガードでも打っていいような気するな、最初な。結構火力出ますね。お、そうそうそう。これは昨日始めたにしては相当出てるじゃないですか。ん？いや、火力は、ああ、そうですよね。いきなりこんな出たら楽しそう。で、初心者隊はあのジャンプするゲームなんで、これできるだけで多分、すげえ勝てるんだよ。強そうですね。で、しかも、ガードされてもずっと攻めれるんで、こうやって。理想は、当たったらこれまでやる。中大系までやる。で、ガードだったら、もう一回ジャンプするってなると、すごい強いです。あ、ガードだ、つって。これでね、強そう。マジでいけんじゃないかな。いけそうですね、うん。これで、ルーキーは多分超えれると思う。さっきグラップって何ですかって言ってましたけど、投げも。そうですね。これが、まあ、攻め。攻め。うん。まあ、これで、えんちゃうっていう。で、グラップは何なのかっていうと、なんだろうな。グーとチョキに勝てる手だと思ってください。で、投げはガードできないんです。で、打撃はガードできるんです。これね、うん、投げは食らう。けど、そのしゃがみ中盤、これは打撃なんですけど、まあ、これが基本的に格ゲーの基本、ね。基本なんですよね。じゃんけんの部分。あの投げが、まあ、グーでみたいな。投げがグーで。しゃがみ中盤がパーでみたいな。はいはい、ガードしてるとどっちも食らっちゃうんですけど、投げって一応こうやって抜けれるんですよ。アイコンできるね。アイコンできるんですよ。で、多分連打するじゃないですか。投げ抜けを。そうすると、打撃に負けちゃうんですよ。投げには勝てるんですけど、こう打撃が来たら負けちゃうじゃないですか。投げ抜けを連打すると、こう、連打っていうかね、すぐ打っちゃうと、なんかこう、そう負けちゃうんだけど、ね、はい、理屈はいい。遅らせて投げ抜けを俺押す。まあこれ、正直どんだけできるか分かんないって、ちょっとあれなんですけど、投げ抜けをすぐ押すんじゃなくて、遅らせて押すんですよね。そうすると、投げは抜けれるし、打撃こうねー。なんだこれ。なんだこれ。これ打撃はガードできる。ずるいっすね。最強なんです。グーと、パーを同時に出すっていう、ね、うん、これがね、さっき言ったグラップですね。わー、これを基本にしていいと。これグラップっていうのは投げ抜けって理解でいいですか？投げって理解でいいですか？一応、ストファイブの言い方だと投げ抜けっすよね。投げ抜け。うん、ここは難しくなるんですね。まあ、ただ、受けを知りたいだと、やっぱこうなっちゃうような気するんですよね。うん、これね、しかもそんなに実は難しくないです。そのタイミングを覚えるのがむずいんですよ。タイミングは正直オフとかだったらめっちゃ簡単に教えれるんですよ。
ここです。そう。一緒にただ押してあげる。これみたいな感じでやるといいんですけど。だから俺グラップできないよみたいな人結構いるけど、案外こうこのタイミングですよってやると結構できるようになりますからね。一応これ防御はこれなのかなっていうふうには思う。まあ基本は打撃で、相手を倒そうとしてガードしてきたら投げて相手を倒すみたいなことですね。そうですね。打撃と投げの、まあ、ゲームであると。だってずっとこうガードしてるやつにこう当たんないんで、はい、投げないといけないんですよね。ただねルーキー隊とか俺投げいらないんじゃないかなと思う。ですか。あの非効率投げって130点けど打撃は200点超えたりするんですよね。でもう飛びからとか入っちゃうともうさっきは250とか出るじゃないですか。だからどうせなんかもうバンバン動いてるんで、あ、攻めるコンボ、基本的に攻めはジャンプ中継、ジャンプ中キック、このジャンプ中キック打つといいですね。でこれあのジャンプ攻撃最初難しいかもしれないです。これダメです。これ早い、早い、これ早い、押すの早い。で遅いと出ないのあります。押してんのに出ない。ちょっと見てるでしょ。ちょっと見えるんだけど、うっすら見えるけど、おあダメなの、遅い、遅いんですよ。ほらうっすら見えるけど、そうだからこのちょうど相手の頭ぐらいのタイミングで押すっていう感じ。頭ぐらい、うん、まあ、これはもう慣れなんですよね。まあ、身長もね 2m50cm からもうよくわかんないぐらいでかいやつもいるんで、うん、相手の頭を蹴る感じですかね、うん、これねジャンプ攻撃は結構慣れです。最初もう結構できない初心者こうやっちゃったりする。あーすみません、あーできないみたいな。これに関しては、頑張れとしかやっぱ言いようがないです。あの、何回もやって、タイミングを掴んでください。で、その次には、中パンチ。中パンチ、はい。中中。うん、中中まで入れていいと思います。ジャンプ中、中。で、中パン、大パン、大剣。中パン、大パン、大剣。中パン、大パン、大剣。おー、トントントンって。トントントーンみたいな、トン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 、うん、トン、トントントンみたいな、トントントン、ダメだね。まあ連打ですけどね。でもすごい連打しますね。これでもいいですね。うん、大剣は連打した方がいいね。中パン大パンはあのすぐ打ってダイブする。すごい押してるなるといいのかなと。だからこのこれを結構基本に覚えるといいですね。まあ、あとはまあ波動拳、まあ、昇竜拳、まあ、逆にこれどこまでいけるのか気になるぐらいですけど、初心者攻略でめくり攻撃をしようみたいなの言ってますけど、うん、めくり攻撃はまあこれめくり攻撃になってるよね。なってるんですか。そうっす。だから中継にしてるんですよ。あ、そうなんで中継なのかっていう話なんですけど、だって大キックと中キックだったら、うん、なんか大キックの方が良さそうじゃない。まあ威力ありそうですけど、この中キックの理由はこのゲームって、うなじが弱点なんですよ。うなじが弱点。そう、あの、進撃の巨人と一緒で。で、うなじを蹴る攻撃って、あの、実は攻撃によるんですよ、ね。竜はうなじ蹴れるのは、弱攻撃、弱形と中形しかない。うん、この、これうなじ蹴ってますね、今ね。ほら、めっちゃうなじ蹴ってますよね、これね。うなじをどこで蹴るのがいいんですか。うなじ蹴れたら何でもいいです、正直。別に、どこでっていうのはないです。あの、普通のジャンプと一緒です、別に。で、それ以外の攻撃はうなじ蹴れません。あ、蹴れない。ほら、うなじ蹴れないですよ。うなじ蹴れそうで、うなじ蹴れないですよ。だから、ジャンプ中継の方がいいっす。結局、足の先を当てるんじゃなくて、足の根元を当てる感じなんですね。まあ、勝てると、おけつに攻撃判定があるかないかっていう。その、だ、あの、ジャンプ中継は、ケツに攻撃判定があるんですよ。ケツが当たってくれてるんですよ。ケツでうなじを当てるんですね。ケツで当たってくる。他の攻撃は、ケツが何もないんですよ。あ、本当だ。だから、当たってくんないですよ。ジャンプ中継簡単っす。ケツでうなじを蹴るゲームなんですね。うん、でジャンプジャック系もこれケツに判定があるんで。だから、あの、できると。で、これはね、大体どのキャラもあります。唯一バイソンだけ持ってない。そうなんですね。バイソンだけなんかめくり攻撃ないんですよ。蹴らないからですかね、バイソン。あ、そうっすね。パッチのめくりって、けどバーディーとか、あのこの横になるやつとか、あれ一応パンチボタンで一応めくるんで、うん、パンチボタン、まあ、でかいからかな、なんか
うん、まあ、これ基本コンボで覚えるといいかなと思いますね、はい、あとはまあこうまあなんか必殺技打てるといいと思うんで、まあこう練習するといいのかなっていう。まあ一気に詰めてもね、まあどうせそんなに結構厳しいと思うんで、まずはさっきの基本のジャンプ攻撃でまあやってみるといいなと思いますね。なんかガードしてるやつに勝てないよってなるんで、そしたらまた違うことを覚えるみたいな。うん、そうですね。ジャンプ中継、中ピー、中ピー。うん、中ピー、立ち台パン、立ち台系。うん。で、コンボですね。やってみてください、ちょっとね。はい。うん。まあ、今日の時間もね、こんな感じで。そうですね。こんな感じで。ですね、のじ合い会場の方がですね、ちょっと見れます？はいよ。まだやってるかな。今日は、ペドペンナさんとね、アクエリアさんがのじ合い会場を作っていただきました、うん。ありがとうございました。多分9時までということだったので、うん、そろそろこちらのじ合いの方も終わるようです。もう全然無限にあののじ合いもこうなんかこうあこう今日勝ちたがりじゃなくて、あの自己限来たらあなんかこうやって適当に対戦できるんだなみたいな場だと嬉しいなと思ってるんで、やっぱねルーキー特にねライバルいないと思うんで、そろそろタヌキのルー君とかやってくれると今後こうあルーキーの人も参加しやすいみたいななると思うんで、そのモチベがあるんだったらこうね他のルーキーの人とかも来てくれるといいですよね。そのルーキー同士の対決とか俺見るんで、こう来てあの教える10分のあるじゃないですか、それをなんかこう友達のとこ罰してる。ん？あ、表記されてなかったね。まあ、なんかいいかなみたいなふうには思いますよね。自己嫌は自己顕示欲 TV ですからね。はい、あの全然、前捨てしていただいて大丈夫ですので。はい、マイセッションしてくれる方っていうか、マイセッションしてくれないとむしろ何もできないんで、はい、こっちはぜひね、マイセッションしていただけたらありがたい、はい、ダブドとね、顔を出せるのか君たちはってそうなんでしたっけじゃあ今日もなんかじゃあ2キャラぐらいあのあれしましょうか。あ、はい、チンチンチン、今ね、こう攻略記事、こういうの見てくれるとね、まあいいかなと思うんですけど。自己剣、剣魔、剣山、剣山、自己剣持欲。じゃ自己剣持欲 TV だったんですけど、うん、まあ、折笠さんがね、つけたんですけど、まあちょっと、まあ途中で折笠さんいなくなって、まあちょっと自己剣持欲、ちょっと良くないでしょって。まあ、怖いじゃん。だからちょっと可愛く自己剣にしたんですよね。ポップにします、ええ、自己顕示欲が薄くなってるかもしれないですよ、ね、今日は何のキャラにしましょうか。そうですね、だいぶ増えてきたね、キャラクターね。これね、これつぶやこう、毎日つぶやこうと思うんですよ、これせっかくやってんのに。これだから、あの、自己顕見てる人以外多分知らないですからね、これ。この存在。そうですよね。うん、はい。ですね、どうしましょうかね。例えば、ジャンプ攻撃当たらん。そうでしょう。ジャンプ攻撃は練習なんですよ。今日、ザンゲフとかいましたよ、ザンゲフとか。うん、ザンゲフ行きますか。ザンゲフ。ザンゲフとか、ナッシュとか。うん、ネカリはどこかしら。ネカリはなんか多分あります、うん、まあナッシュ談義いきます。ナッシュもちょっとうざいでしょ、うん、まあ剣とかも言っといてもいいかもしれないですけどね。あ、剣まででしたっけ。うん、まあ竜いるんでね、コンボとかね、スパコンとかね、やっぱやれることはねどんどん増えていきますからね。じゃあ剣を公開してみます。
こうパッて見てくれてね。出しました。これ。これ。来てないっす。来てない。下の方にあるやつ。え？ほんとだ。50音なんだ。二つの、竜と一緒。わかりやすいですよね。多分もう、この多分ブロンズ帯は、まあ一緒っすね。一緒。竜と一緒。色が違うぐらい。色が違うぐらい。まあ一緒っす。一緒っす。いや、内容も多分ほぼ、多分一緒なこと書いてあってますね。で、けどゴールド帯がやっぱ変わってきて、まあ怒涛の画面弾き。まあむしろまあそう、多分竜よりすごい攻めっ気のあるキャラクターであると。いや、雑じゃないんですよ。わかりやすいんですよ。無駄に色付けする必要ないんですよ、多分これ。そうですね。強いところは、この3つに気をつけようっていうところで。そうですね、波動拳。前出した V スキル感投げ、バックステップ。ちょっと難しいんだけどね。まあ、波動拳よね。波動拳ですね。状態は、後ろ投げ。中段。EX、竜巻戦。ダイヤタイヤは、こう。攻めキャラか待つキャラかちょっと難しいキャラクター、うん、絶対にゴールド隊は多分攻めてくるんだけど俺は正直待つキャラだと思ってるんで、うん、この剣は結構変わってくるんじゃないかなって。そうですね。でダイヤ隊からは EX ゲージで狙ってくることということで、うん、まあ、EX ゲージで向こうが持ってたら、うん、こういうのに使ってくるから気をつけようよ、ね、こんなことここかあれあってもいいかもしれない。多分剣最初の方に使ったのなかったですねこれね。なんか固めとかダメ、はい、あの暴れみたいな、空中 X 竜巻は内回りですか、ね、うん、強襲ですよね。強襲ですね。で主なトリガー方法も結構重要かなっていう、うん、まあ唾液発動が多いよね。 EX 波動発動数台タゲコン X 波動は固めですね、うん、まあそうですね固めです、うん。俺めちゃめちゃ待ちキャラだと思ってるって。まあもうちょっと剣ちょっと少ないっすわ。多分そんなに多分あれでしょうね。俺のあれが動かなかったんでしょうね。あとはザンゲフとかしましょう、はい、ザンゲフとかのが長いかもしれないですね。でも結構最初にやって、あの正直弱いキャラクターはやっぱ短いんですよね、うん、その攻略するところが実は相当少なくて、まあ、厳密だといっぱいあると思うんだけど、お、来ました、ザンギフ来た、もう見てください。ぐるぐる楽しいティア5です。ティア5、いや俺ねね、やっぱザンギ強いと思いますね。やっぱね、このブロンズ帯はね、なんでまあ体力が多いね。で、通常技が強いみたいな。体力が多くて、攻撃力も高いんですよね。そうですね。うん、まあなんで、まあ割と最初はいいキャラなんじゃないかな。で、ゴールドぐらいまでもまだ結構。二つな、ぐるぐるまだ楽しい。うんうん、まあ、もしかしたら手厚く4もないかもしんない。そうですか。ゴールド弱くなるんですね。うん。で、まあダブル。うん、まあ、けど4がちょっと面白いかもしれないですね。はい、わかりました。で、まあ、ぐるぐる節をつまらないで、これもう、これで早く2かもしれないですね。もはや。じゃあ 2にしておきましょう。2にしておきましょう。2の方がなんかわかりやすいですよね。ぐるぐる節とつまらないっていうのは。だもう当たんなくなるんですよ。だここら辺はまだ多分結構適当にスクリューも当たるだろうし、まあ割となんかそのパワードを押せるんですけど、ここからもう超ストロングスタイルになるんでみんな。もう、全然つまんないんですよ。全然99秒戦うっていう感じなんで、はい、うん、V シフトされてつまんないってことですね。で V シフトの存在はやっぱ相当あるんじゃないかなって。ちょっとガチで勝つならタイムアップ狙う、うん、ね、やっぱしっかり書かれてますね。まあ、けどこういうのだ、残機対策って何なのかっていう話ですよね。だから対策をするとやっぱ全然その強さってのは変わっていくよって、ね、うん、まあなんかそういうのが結構目的の一つですよね、これのね。
まあ、いろいろ文句とかも、ね、あるかもしれないですけどね。そんなに変わらないだろうって。まあ、そういうのはね、もううるせえと。うるせえですね。言っていこうかなと思ってますよ。っていう感じで今日はね、こんなもんで終わりたいかなと思います。はい。どうでしょうか。はい。で、来週は、すいません、お休みをいただきまして、はい、そして来週の土曜日が、大会ですね。あの大会というか、CPT。CPT というか。私出ないんですよ。あ、そうですか。ちょっと、はい、エントリー忘れを。あ、そうです。起きてしまい。エントリーですよね。初めての。あ、ゼロ回戦。はい。あ、すいません、ちょっと。だから、俺、久々に、なんか、なんか言ってて、いや、君だけではないから大丈夫だよ、つって。俺がただナンパ野郎だと思ったやついるかもしれないですけど、漏れなく俺もだよって。漏れなく俺もやで、という。そうなんですね。はい、しょうがない。まあ、そういう時もありますよ。うん、そうですね。はい、結構強いんですけどね、俺今。結構強いんですけどね。まあけど、まあ、そういう時もあります。そうですね。うん、結構強いですよね。結構強い。もしかしたら、応援配信するかも。もしかしたら。エントリーおめでとう配信をするかもしれないですよ。なんで、もしそしたら、それもちょっと見てくれたらなと思います。そんな感じで今日はね。はい、はい。終わりたいと思います。ね。はい。まあ、再来週できたらね、自己系の大会をやれたら。はい、そうですね。いつもね、大会やってるの、次の大会って何ですか？もう何なのかそれは忘れました。確かに。調べないと。まあ、またあれかもしれないですね。一からじゃブロンズから。から、はい、やりますか、うん、かもしれないですね。ルーキーから。少しずつ。うん。ちっちゃい大会をね、またやっていくのいいかもしれないです、ね。自己系は毎月大会やってるんで、うん、まあそういうのをちょっとね。はい。まあじゃあ2月。来月か2月かな。2月3日、節分ですかね。いや、2月の末でいいんじゃないですか。あ、で、ちゃんと、はい、また2月から大会やりますよって毎回言って。はい、っていう感じで、はい、はい、今日は終わりたいと思います。はい、じゃあ、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。また、はい、また2週間後、はい、です。はい。はい。